はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ライナスのモーク様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録、メール登録、党員登録、よかったらよろしくお願いいたします。時事通信が10月11から14日に実施した最新内閣支持率が驚愕の 28%、53%、42% ときて 28%、短期間に下がりましたね。岸田政権末期の 18.7% よりはマシだが、危険水域とされる 30% 以下で、すでに、政権末期の様相になっているそうであります。世論です。ゴリゴリ減ってる。パヨさんの石破支持は1ヶ月持たなかったね。自民から出るその前からろくな人間じゃなかったし自民から出るって民主党に政権取られた時に離党してんだよね、一回ね、この人。野党じゃ嫌だっつって、わがまま言って、選挙前でワーストかよ。支持率も岸田を継承したのか、いつも次の総理1位だったのにね。ほとんど岸田内閣であることがバレただけ。岸田と同じじゃ支持されなくて当然。石破内閣は立憲自民党だから。マスゴミ、国民に人気の石破、いつも嘘ついてるよな。総理になってほしいって願望は叶ったから、みんな興味なくなったんじゃね。国民的人気の石破という大嘘に騙された自民党、選挙大敗すればいいよ、高市さんを落とした罰だと。マスゴミ全力の持ち上げにもかかわらずですね、自民党員の支持は高市さんの方が高かったしね。支持率 18% の岸田と同じことやって、同じことを言ってんだから、支持率も下がって当然ですよね。岸田石破の皮をかぶった岸田だもんね、今。5年ほど次の総理はで連続1位だったが、それは共産党員も立憲支持者も、石破って答えただけであったと。でそいつらは石破政権は支持しないって答えんだから、支持率低いのも当然ですよね。野党支持者に支えられた自民党総裁ってことが丸分かりでした。26人減ればですね、単独過半数割れたが、裏金議員30人落選っていう予想も出てるし、選挙後始まる旧安倍派による復讐石破おろしもあるし、マジで短命に終わるかもしれないですね。日本にとっては高市政権の方がずっとマシなんで、早くね、自民党はバカを数えた責任取って大幅に議席減らすといいよね。都内ですが、比例は日本保守党に投票するつもりであります。候補者はいないんでやむを得ないですね。現行保険証廃止派、自民公明維新民民、存続派、立憲共産令和社民、そりゃそうだろうという結果になりました。世論です。分かりやすいリトマス試験紙に顔写真なしで使い回せる保険証最高ってわけか。なんでそんなに顔写真嫌いなの。知ってるくせに不正利用しにくくなったんですね。存続の方が見事にあれで草、分かりやすくて助かる。こういうの逆効果だと思うんだけど、分かんないんだろうね。ということは廃止が正解らしいな。廃止が正解やな。予想通りで笑う。立憲共産令和社民の4党ですね、特定政党って呼んでる人いましたけれども、特定アジア、特アとかけてんのかな。マイナカード持ってますけれども、保険証として使ったことないんですよね、私今まで。次は使って慣れとかなきゃな。12月2日に廃止でしょ。あっという間ですからね。マイナカード持ってない人のために、代用の資格確認書英語が送られてきました。皆さんのところはどうでしょうか。使えなくなってですね、窓口で暴れるじいさんとか発生するんだろうな。だが顔写真なしの保険証でですね、不正使用されるぐらいだったら多少の混乱もやむを得ないですよね。被害額年間1000億円以上だろうって言われてるしね。公明党が低所得者に10万円給付する物価対策でって言い出した。選挙用の分かりやすいばらまきですね。世論です。税金で票買うなよ。1票10万円ですか。選挙前に露骨すぎだろ。学会信者のほとんどがそうなんだろ。キックバック的な給付の対象の大半は年金世帯と生活保護世帯になる。公明党は労働者の味方ではない。こいつらの本当のばらまき心理教だな。普通取得でもらえないんで投票しない。そういうのいいから安楽死を認めてくれよ。公明党の支持者イコール創価学会員信者のほとんどがもらえる側で、恩返しといったところですかね。選挙後10万円やるから電話かけ頑張れよみたいな。
決まってる税率以上にですね、一般労働者が納めた税を低所得者に流すって共産主義っぽいんですよね。公明共産党に帰りゃいいのにね、どんな人でも年100万ぐらいは使っちゃいますよね、お金ね。なら、消費税は10万円払ってることになりますよね。選挙前に10万円配って人気取りじゃなくて最初からむしり取んなって話でね、金よりも我々は北方領土や竹島や拉致被害者を取り返してほしいし、領海侵犯の船や飛行機は撃沈撃墜してほしいし、食うに困らないってだけで満足できないですよ。我々家畜じゃないんだから、名誉、名誉も欲しいよ。バカにされないっていう権利も欲しいよ。女性中国人観光客が奈良公園の鹿に襲われ怪我をしたという動画を投稿。映像では2頭とも角なしに見えんですけどね。なんか、世論です。神の使いだから汚れが嫌いなんだろう。イギリスの近衛兵の馬も中国人に噛みついてたよ。世界中どこでも争ってるからな、この人らは。どうせ鹿を食べようとしたんだろう。鹿が嫌がることしたんじゃない。写真だけ撮って餌をやらなかったからでは。鹿せんべいを出したり引っ込めたりすると怒る個体がいるよ。せんべい持ってもたもたしてたら鹿がイラつくよね。なぜか被害はこいつらばかり。その理由よく考えてみよう。中国人に敵意を感じたんだろう。普段おとなしいはず。奴らは意地悪をする、暴力を振るって分かってるからだろう。餌を渡さなかったんだろうと思ってたら予想通りと。奈良公園の鹿は野生動物なんだから自業自得ですよ。山に入って熊に襲われなったのと同じで、誰も保証も賠償もしてくれないですよね。世界中で中国人ばかりが動物に襲われる理由を考えろと。餌もらう前のお辞儀はですね、お礼じゃなくて早くよこせっていう催促ですからね。パーソル総合研究所と中央大の共同研究、2035年労働者が385万人不足するだっちゅうんだけど、世論です。移民を入れる理由にしたい都合のいいデータ捏造すんな。賃金上げるぐらいなら会社潰すって経営者多いらしいね。より好みしてっから人手不足なんやで。何としても給料払いたくない企業の末路。お賃金上がれば人は来ます。中国と戦争になるのが確定なのを全く想定してない時点で無意味なゴミデータ。村を経営者が痛みを伴う改革してないから潰れていって問題ないと。奴隷欲しさに移民政策を推進したい財界の提灯記事ですね、これね。研究費、調査費、出してるスポンサー企業はどこなんだと。今後年間80万人程度、だんだん増えてって100万人、150万人とか亡くなっていく、人口減少する予定ですから、2035年には1000万人以上は減ってるはずなんだ。で、需要が減ってですね、今の仕事量あるわけないんだよね。1000万人の需要がないんだから385万人減っても全然問題ねえじゃねえか。今後定年65歳が徹底されるし問題ないですよ。どうしてもって言うんだらですね、24時間戦えますかに戻せばいいですね。24時間戦えますか。酒税もタバコ税も下げてですね、辛い仕事を酒とタバコで乗り切ってください。昭和の高度経済成長はこれで乗り切ったんだからさ。電波番組サンモニで田中裕子前法政大総長、日本の歴史に残る最初の女性の首相がこの人だったらちょっと恥ずかしいでしょう。安倍さんが女装して現れた、言ってることが安倍さんそのもの。だから中は男でしょ、安倍さんでしょ。高市さんをクソ味噌にけなし炎上しております。世論です。すげえこと言ってんだ、完全にアウト。こういうこと言って思って、こういうこと思っていても公の場で言うもんかね。また名誉男性認定ですか。サモニさすがです。日曜の朝から電波飛ばしまくりのことだけあります。ジェンダーを区別すんなってのが主張じゃなかったのか。アホを超えたらなんて表現すればええんや。コンプライアンスガン無視でやばい。普段偉そうなこと言ってるけど結局自分の思い通りにいかないと攻撃する低次元さ。はい、女性蔑視。政府や社会を批判している自分に酔いたいだけ。普段はこれをアウトだと、騒いでいるようなことを自分たちは整然とやる。差別を大声で訴えるパイほど差別する。まだこんな番組見てるゴミがいるのにびっくりすると。そんだけ、パヨ界隈がですね、高市さんを危険視してるって証拠ですよね。初の女性総理はこの人だったら恥ずかしい。いや、誇らしいけど、
そうですよね、皆さんね。誇らしいですけど、誰に向かって恥ずかしいって言ってんだこのババアね。中学共産党とみんなに申し訳ないって意味かな、もしかして。今日の単身です。国連女性差別撤廃委員会、夫婦別姓を認めないのは女性差別。なんでそうなのかわかんないですね。向こう入りで女性姓になる人もいるのにね。なんなら全部女性姓にしてもええんやで。姓が変わる女性が我慢を強いられてるって言うなら結婚しなきゃいい話だしね。それでもいいって思えたから結婚するわけで、余計なお世話とバーって内政干渉してんじゃねえ。百害あって一利なしの国連、本当に脱退したいですね。東京18区に、立候補中の元武蔵野市長松下玲子、最低賃金1500円を謳っているが、自身の事務所は1150円しか払ってなかった。他人がやるのは不倫、自分のはロマンス。自民党の不記載は裏金だが、大石明子のは違います。そんなんじゃありません。優秀な人材を選んだらたまたま息子だった。バイ菅直人と、香川県の児童肥満率が男女ともに過去最高に、成人の糖尿病率も高い。皆さん、原因お分かりですよね。医師、うどんが糖尿病の一因になっていると医師会が指摘したところ、業界からクレームが来て、ね、それ以来うどんが悪いという報道は一切なくなりました。1日3食うどんはやめましょうという表現も医師会は下げています。香川県3食うどん食う人いるんだ。香川県ではうどんに関しては恐怖のタブーがあるみたいですね。いや恐ろしいですね。カマラ・ハリスと記者のやり取り、記者、70% のアメリカ人が政府は間違った方向に向かっていると思っている。あなたが政治のページをめくるというが、あんたは3年半在職しとるやないか。ハリス、でもトランプがオフィスを牛耳ってるじゃないの。記者、オフィスにいるのはあんたやないかい。話が通じないみたいですね。評判ではですね、鳩山由紀夫と小泉進次郎をミックスしたような人らしいです。これが大統領だったらアメリカの未来は暗いですね。アメリカギャラップ社調査で日本に好感を持つ 83% でカナダと並んで同率1位になりました。アニメと漫画とゲームのおかげですかね。反日の主役だった日本軍に親兄弟害されたって人も残りわずかだしね。何しても好かれてるなら良かったでありますよ。これが嫌で漫画とアニメ、表現規制って言って進めて推し進めて力を削いだろって画策してんのが中国共産党と韓国でね。手先の福島瑞穂とかアグネス使って表現規制しようとしてますよ、漫画とアニメの。こういう結果出してますからね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。